皆さんこんにちは、真実を語る黒子です。今月はコラボ月間ということで、6月にこのチャンネルが1周年を迎えるということで、特別ゲストをお迎えしております。国沢一生さんと年子早瀬さんです。よろしくお願いします。お願いします。いやー、素晴らしいコラボを実現させていただきましたが、今回はですね、早瀬さんからお話をいただきたいと思います。はい、早速ですがよろしくお願いします。お願いします。まあ、1年ということで出たいので、はい、どう階段グランプリというですね、あの関西の方で、まあ、報道されている長尾淳二先生が、まあ、チャンピオンを決めるというですね、大会があるんですけれども、はい、そこで2019年に優勝というか MVP とった話を今回、はい、あのお祝いの言葉と返させていただければなと。ありがとうございます。いや、楽しみです。早速ですが、はい、お願いします。します。 LINE スタンプ販売中。そうですね、もう30数年とか40年前なんですけど、岡山はですね、まあ、僕の地元津山市なんですけど、津山市のある場所に先生って言われてるですね、まあ、女性の霊能者がいたんですよ。その霊能者っていうのはもう最初全然信じられてなくて、今やったらなんかそのまあそこらに先生って言われてる霊能者いたと思うんですけど、当時ってまだ霊能力とかなんやらっていうのがもう全然広まってなかったんで、もう先生なんていうんじゃなくて、ほんまにね、嘘つくって言われたんです、最初はね。なんですけど、あのね、無料で見るっていうのと、なおかつ的中率がすごい。例えば、なくしたものを見つけるだとか、で、あの、亡くなってる人がこういう人でしたよねっていうのを全部当てていくんですよね。その的中率がすごいってことで、徐々に先生、先生、先生って崇められなかったんですよ。その人が、まあ、結構年齢いってる女性の方で、でその先生がある日ですよ、自分をすごい信仰してくれている10名ですね、連絡するんで、ね、電話でね、連絡して10名呼ぶんですよ。でその10名、年齢も性別も違うんですけど、その中に当時高校生だったうちの母親がいたんですね。母親も、まあ、その先生って言われるおばあさんによく見てもらったんですよ。というのもそのうちの母親の前だから母親、うちのおばあさんですね、おばあさんの代からちょっと見てもらってるんで、まあ、そのつながりで見てもらってたって話なんですけど、で何を話すかですよね、呼んで、であごめんね、今日来てくださって、ありがとうね、ありがとうね、ありがとうねって言うんですよ。いや、というのもね、私はあの病院行ったんやけれども、病院行ったらね、余命宣告されてしまって、あと数ヶ月って言われたんよね。いや、もうほんまにもう悲しいってね、でもその時に一番浮かんだのが、まあ、あんたらの顔よ。あんたの顔がふーっと浮かんで、私がおらんなったらあの人はどうするんだろうと思って心配になったの。だから今回は幸せのおまじないっていうものをみんなに教えてあげようと思ってと。そしたら幸せがあっちから寄ってくるんだよと。何もしんくてもそれを言わればあっちから寄ってくるから、今日それ教えるから、みんなじゃあ覚えて帰ってねって言って、あるですね、自分の手書きのお札と自分で作ってるオリジナルの、まあ、おまじないの言葉ですよね、みんなに教えたり、じゃあこれ配ってって言ってみたら、まあ、手書きなんです本当にね。それをね、あの部屋の中の一番高いところを貼ってあげて、ちゃんと声に出してね、声に出しておまじないを喋ってあげてねって言って、それを言うことによって声でもって幸せのおまじないってのは自分にかかるからお願いねって言って、分かりました、いやでもあの先生やっぱすごいなって話しながらバラバラなんですよね。そしたらまた数ヶ月後ですよ、呼ばれるんですよ。でみんな変わらずそのメンバーで行くんですけど、一人だけ変わってる人がいて、それというのはその先生なんですよ。もうほんまに余命宣告された後数ヶ月とかなのに、もうよぼよぼになってて、自分じゃもう歩けなくなっててげっそりしてるんですよね。その先生がずっと入ってきて、もう自分じゃ歩けながら杖つきながら入ってきて、で椅子ふっと座るんですよ。でまああの、ごめんね、今日来てもうて、でごめん、ほんまありがとう、ありがとうね、みんな来てくれて、で、あ、おまじないやってくれたら、あれ幸せ来るからね、ありがとう、ありがとう、ありがとう、みんなやってくれたんや、ほんなら、みんな、呪い死ぬわ。って言うんですよ。いやいやいや、幸せのおまじないじゃないの。って言ったら、その先生はまた語り始めるんですよね。いや、あれはね、幸せのおまじないなんてもんじゃなくて、狂って、呪い死にて地獄行けってそういうおまじないなんよ。みんなやってくれたんや。ほな、みんな地獄行きやね。なんでこんなことしたかっていうと、あの時ね、病院行って余命宣告されて、ほんで病院に入院したかったんやけれども、お金がないからみたいに言うたのよ。お金貸してくれない、貸してくれないかって言ったら、そこの中の数人が、なんやこいつ嘘つきだ、金取るんだよとかって言ったと。私、一回も取ったことない、そんなこと言われたから悲しいって、そいつら呪いからしたと思って、幸せのおまじないじゃって呼んだらのこのこ来やがって、こんなほんだら、ほんなみんな呪い死ぬんじゃ。だけど私も全然怖ないわ。
地獄行っても今はこんなことしたら一人かもしらんけども、地獄行ったら、地獄行ったらみんな地獄落ちるから、みんな一緒に地獄行きやもんね。だから全然私寂しくない。バンザーイバンザーイバンザーイってバンザイしやすいんですよ。ヨボヨボで入ってきてるはずなのに、もう声とんでもなく大きいんですね。でみんな怖がって出るんですよ、家から。家から出てもずっとバンザーイバンザーイバンザーイって耳入ってんの、それも聞こえてくるんですよね。あんな年寄りでヨボヨボなのに大きい声で言ってて怖くなった。その中に母親もいたんですよね。ただまあ母親当時高校生だったんで、その周りの人がほんまに呪いが降りかかって死んだかとかわかんないんですよ。で母親も死んでないんですよね。というのも母親はおまじないをしなかったんですよ。うちのおじいさんがそういうおまじないとか大嫌いで、まあ、職人やったんで、なんで母親はやらなかったんで未だに健康で生きてるっていう話なんですけど、まあ高校生なんでね、当時他の人がどうなってるか調べようもないんでわかんないっていう話で怪談グランプリは終わってるんですよ。これ続きがちゃんとあるんですよ。これはテレビでは話してない話なんですけど、実は母親は幸せのおまじないじゃなくて狂って地獄に落ちるおまじないだって知ってたんですよ。どうしてかっていうと、その中にもう一人高校生がいたんです。その高校生に母親をすっごいいじめられてたんですよ。でずっと悩んでて、ずっと悩んでて、それをその先生に相談したんですよね。そしたら、ああじゃあ今度こうこうこうで幸せのおまじないで嘘ついてみんな呪い殺すちょっと集まりあるから、そこにもしよかったら呼べるって言った。母親はもう勇気出していじめられてる時に、あのもしよかったらあのどこどこの先生っているじゃない、ああいるいるって言って、もなかなか会えないんだよね、いやあの私知り合いでもしよかったら来るって言ったら、その人来るって言って来たんですよ。ほんでその最初の時にまあ受けてきちんとその授業の中ですよね。で2回目も来られてて、その時にその逃げるじゃないですか、みんなで同じ恐怖体験をしちゃったから仲良くなっちゃうんですよね。あの時怖かったねって言っていじめもなくなって仲良くなるんですよ。でも母親の中ではあれ、少々これ死ぬんかなほんまにって思いながら、で実際にその先生は亡くなったんですよ、余命通り。その亡くなった日に仲良くなったいじめられっ子って検知してるんですよね。ただその同じ日にたまたま亡くなったかもしれないし、他の人どうか分かんないんで比べられないデータとして、でみんなもし死んでたら本当に呪いの話だけれども、もしかしたら偶然かもしれないしということで、母親はちょっと悩んでて、もしかしたら先生の呪いを使って騙して人を呼んで殺しちゃったかもしれないっていう、自分ではないけれども間接的にですけどね、人を殺したかもしれないから、ちょっとずっと悩んでて胸の中にあって、泣きながら夜過ごしたこともあるし、あの時私がどうしたらよかったんだろうって、いじめられ耐えたらよかったんかな、でもあの時はどうしようもなかったしのがあったけれども、僕がそのまあ20いくつになって、まあもうなんかこういう話もしてるし、いろいろなところでまあ階段が滑ったりもしてるし、もしかしたら息子がこの話を聞いてくれたら私もスッキリするかもなと思って、絶対にどこでも言わんといてねって言われた話を、怪談グランプリってやっぱり優勝したじゃないですか、出たらめちゃめちゃ強いカードやなと思って、これは切らんとあかんやろと思って出して、優勝して親にバレて縁切られたって話です。これかバツッと切られた。 LINE スタンプ販売中。これか一番怖いんですよ、それが。でもこれもほんまの話で、実際に現地の僕取材してますから、見てたところも行きましたし、どこで見てたかも見ましたし、で一応調べたところによると、もう一人霊能者がいたんですよ。その霊能者っていうのは、その人は縁切りとか人を呪い殺したりするのが先生って言われてる人で、で地元では実はこれ大凶って言われてたんですよ。でもう一人が大吉って言われてて、こっちが縁結びとか金をあげたりとか、あとヒーリングとかですね。この人甘さんなんですよ、ちゃんとお寺に使えてる人で、こっちは野良でマジで力があるから怖いからって寺に入ってた人なんですよ。別々で行ってとかって話があったりとか、あと放送されたかどうかちょっと覚えてないんですけど、実は稲川淳二先生も取材されてるんですよ、この、はい、大凶って言われてた方の先生と。この話をしたら稲川さんが、あ僕も取材したんだよそこっ
ってて、どこどこだよ、レーダーぴったし合ってて、で、稲川先生が体験された話で言うと、稲川さんはそこの現地に行って、こういう人がいるって聞いた、取材したいって言ったら、今日はちょっと時間がないんだ、ごめんねって言われて断られたみたいな。そしたら、夜自分旅館帰ったら、霧がすぐ待ったんですって。なんだこれ、もう家の中に気持ち悪いなぁ、みたいな。奥からこんな、霧すごいかって話をしてたら、まあ、スッと晴れて、なんだ今のって言って普通に寝るんですよね。で、次の日、ああ約束してたから行ったら、いいところに泊まられているんですねって言って、その正体、まあ、霧の正体っていうのが、その先生やったみたいな話があって、なぜかその部屋を知ってたんですよね。その人がどういうところに泊まっていて、どういう話をしてたかみたいな当てられたって言ってて、ちょっとだからほんまに能力者っていうのが、岡山県の津山市に実際にいて、いろいろ見てて、まあ、こういうことになってたっていう実際の話ですね。すごいわ。だから2人しか亡くなってないんで、分かんないですよ、その先生と友達が亡くなってない、そこか分かんないです、本当に。だから偶然かもしれないですけど、いや偶然にしちゃちょっとできすぎてて気持ち悪いよなっていう、母も悩んでるしっていう話です。返事っていうのが気持ち悪いですね。そうなんです、まあ、調べようなかったから返事って言ってるだけで、実際はちゃんとまあ何かあってなくなったかもしれないですけど、母親はそう言ってましたね。いや、津山市のポテンシャルがすごいですね。肉美味しいですからね、あとね。いや、怖いね、顔が。肉美味しいです。なんかいろんな呪い聞いて、そのポーズもそうやけど。肉美味しいです。あのね、魚。なんで瞳孔の開くね食を進める時の瞳孔の開き方が。一番は、マスカット。かわいい。一番美味しいの、かわいい。何やその顔。魔女の控え室になってる。あるかどうかわかんないけど、すごいしっくりいきました。魔女に控え最後のとかですごい面白い。そんなので優勝しました。すごいよ。なんか全然でも本当に現地取材してるんで、なんか聞いたことあれば全然答えられます、僕は。でもマジで、いや、まず、僕、林さんのさ、優勝した話を生で聞いたのが初めてなんですよ。あ、本当ですか。はい。いや、それは売れるわと思いました。いやいや、方言がやっぱあるんで、あっちって、もっと本当はね、きついんですよ。それをちょっと分かりやすく、方言を緩くしてます。本当はもっときついですね。へぇ。なかなか、でもそれもう分かんなくなっちゃうんだけど。確かに、うん。いや、これでも、なかなか YouTube でお話ししてないお話ですよね。2回、島田さんのところと、うん、あとオカルトラジオさんのところで1回話したぐらいですか。他に話してるかな。ちょっとえぐすぎるというか、こうテレビではここまで、その先もってか、ありがたいお話でしたね。すごい。はい、ありますね。ちょっとそう、もう言い間違えてるところもあるかもしれないけど、でも実際こんなです。はい。なんていうんですかね、こう臨場感といいますか、現場の空気がプンプン伝わってくるというか、まあ、それ売れるわと思いました。いや、ほんまにそれは思いましたよ。売れてるしね。店舗制だ。いや、売れてないって言ったら嘘なんで。売れてる、実際売れてるんですよ。すごいわ、早くさ、うん。休みないし。そうですね。思いましたもん、僕、喋ってる時に、それ休みないよなって思いながら。うん、こんなに喋れるんだから。そう。回るしたの。嫌われちゃう。止めてよ、誰か止めてよ、偉い人が。ここの、あの場所の持ち主が叱ってよ、俺よ。管理者が叱ってよ。無理だよ、これ。早瀬さんに飛びついてる何かを腹たりでくださいね。そうそう、本当にね。瞳孔を開く理由がないはずなんで。マスカットで一番開きましたから。サイレンスマスカットだよね。マスカット並みの一粒ぐらい。確かに津山の粒って大きいですかね。いやということで、はい、怪談グランプリで実際入賞されたお話を、もうねほりはほり深いところまでお話をいただきましたけれども、まあ、皆さんご存知、都市ボーイズ林康弘さんと、久々一生さんをお招きしてスペシャルコラボで送らせていただきました。あります。日本撮影をさせていただいたんですが、本当にこう憧れのような2人とご一緒できまして、ああ YouTube も夢があるななんていうことをしみじみ感じさせていただきました。富澤さんの方では、あの違う年に優勝した怪談もさせてもらってるんで、ぜひこちらも見ていただければ、あの優勝ネタだけでやってるんで、はい、
ありがとうございます。概要欄の方に国沢さんのチャンネルの方、また都市坊主さんのチャンネルも貼らせていただきますので、そちらも併せてご覧ください。本日は素晴らしいゲストお二人をお迎えしてお送りさせていただきました。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。